どうもお疲れ様でございます。コインゲッコの時間です。なんかね、昨今ね、暗号通貨市場が大暴落で非常にやばいという状況に入っております。多くの方がロスカットを食らったり、それからローバイで売ったりね、ビットコインも1000万円を大きく割ってしまったりしてますね。いや、非常にやばいですよ。これはやばいやばいと煽って言いながらチャンスですよ。私のお話しているコインゲッコの読み方なんですけども、真ん中を時価総額400兆として、下が370兆、上が430兆、このレンジで上下60兆円でうろうろしてるっていうふうに言ってますよね。つまり今底値なんですよ。でここまで安くなるとまた逆に買いが入りますからね。そのパターンでこのあたりもう一押し値段が下がるかもしれませんけども、370兆円を大きく割ることはここのところないですからね。それを当てにするならば、まあ買い場が今迫ってるかなってところです。もしくは今買っててもいいぐらいですね。まあそうなるとまた次第に400兆円に盛り上がってきて、さらに430兆円にという形で上下フラフラとするんですよね。こちらの方ご覧いただくと分かりやすいんですけども、ちょっと私の図をどっかにやってですね、はい、これが3ヶ月の流れなんですけども、どうでしょうかね。3兆円っていうところにタッチしたら下に下がるでしょ。で1兆円っていうところがありますけども、ここに来たらまあどんどん上がるでしょ。で一番太いのはこの2兆円のところなんですよ。1メートルっていうかね、1マンツですね。1ヶ月、これどこで、ここか、1ヶ月で見るとこんな感じですよね。で3ヶ月で見るとこれ分って書いてますけども、3ヶ月ですからね。でマックスが一番ヶ月が進んでるやつなんですけど、ここですね、見したかったのはこのラインが買い場で、このラインが売り場で、ここら辺が真ん中っていう感じですかね。こういう風に見ていけばいいんじゃないですか。まあ目安ですよ。損したからって私は別に責任取りませんからね。で今全ての銘柄、ほとんどの銘柄が底値を張ってるとこです。だからまあここ1年とかね、暗号通貨見てる人は、お、安くなったな、買おうかなっていう風にやっと買うチャンスが来たわけですよ。だって値段が高い時って結局買わないでしょ。ビットコインが1100万とか言って、高くて手が出ないよ、もうちょっと安かったら買うのにって、実際安くなったら狼狽して、うわこれ手出していいのかなと思うでしょ。だからね、安くなってる最中に買えなければ渦中のひっくりは拾えないですよ。それから値段が上がって上がって上がって、うわなんか高値更新してるなって時に買ったら、それは高値掴みですからね。そういうことをなんか思いながら動画を撮ってみましたね。なんか上がる一方だとね、嬉しいんですけどね、なかなかそうはいかないです。まあ適正保有数、適正時価総額っていうのがその時その時によってありますからね。はい、それでは本日は以上です。